どうも、以上皆さん、自己産業チャンネルです。今日ね、買ってきたものあります。今日隣に控えております、こちら、無印良品の袋。まあ前々からね、ちょっとこれ気になってんなっていうのがあるって話をしてたんだけど、今日はね、私の、まあ、なんていうか、得意分野を活かした形で、QOL、まあ生活の質を上げようということで、これを買いました。でけでん。アロマディフューザー、無印良品で買ったアロマディフューザー、ちっちゃい版です。これはね、何畳だかな、6畳から8畳ぐらいの部屋、まあ、ちょうどこの部屋9畳だったかな。まあ物とかもいっぱいあるから、まあ8畳だと換算して、これもサイズがいいかなと思って、これを買いました。で、まあ私の得意分野って言ったのは何かと申しますと、私はね、人よりも嗅覚だけは優れてる自信あります。まあ、それを裏付ける実績として聞き茶大会っていうのがね、私の地元菊川市にあって、まあ当時は菊川町だったけど、菊川町のね、聞き茶大会、まあ要するに何種類ものお茶をこう嗅ぎ分けて味を判断するっていう大会で私は優勝したことがあります。グランドチャンピオン大会という過去の入賞者のみが招待される大会に出ても優勝しました。それぐらい私は嗅覚は自信があります。これだけ、まあ他の人にね、これは勝ってるって言えるもの正直言ってほぼないけど、嗅覚はまあいけると思ってる。でまあね、今回その部屋のなんていうか、まあ、自分の場合ほとんどね在宅で家でまあ YouTube の動画編集したり、まあ、こうやって動画だらだら撮ったり、いる時間がね人よりも圧倒的に長いです。となると、まあ自分のこの人生をというかね、まあ、生活の質を上げようとしたら必然的にこう家の中の暮らしのレベルを上げるというのがね、まあ、答えになるんじゃないかなということで、無印良品でいろいろ買ってきました。まずはこのアロマディフューザー。まあ、これがまあ今回の本体だね。ちょっと開けるか。これ。まあ、俺の手ぐらいだから、まあ15センチくらいかな。あんま大きくないね。ああ、いいんじゃない?これくらいで、どう使うんだ?カチッと長ひゆまで左に動かす。まあ、この辺シールつけといてもいいか。今これ電源ケーブル。これは充電のまあアダプターの方というのかな。これね、USB なんだね。まあ、今何でも USB だわ。で、あとは USB のケーブル。まあ、こっちは USB と、あとは差し込む用の方。だからこっちか。これが付いてます。だからこれとこれがまあセットだね。要するにこのケーブルと繋げて充電して使えということだね。こう、意外とこれ長さ大事だと思うけど、何メートルかな?俺が両手広げて繋がるか。1.8 メートルぐらいかな。1.8 メートルぐらいあります。あ、すごいわ、これ。あ、これさ、俺初めてだ、こういうの。これケーブルあるんだけどさ、これ磁石こんな感じ。なんかま不安定ではあるけど、磁石なんだ今。すごいね。これ磁石だけなんだ。あ、ほんとすごい。これ磁石でくっつくだけだ。刺すんじゃないんだ。まあ使う場所は今この机の上だとは思ってないんだけど、まあとりあえずここでセットアップだけしてみるか。まずは本体カバーを外します。はい、はい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 、内部カバーを取り外します。これか。はいはいはい。あ、だから中にいろいろ入ってるんだ。抗菌カートリッジが正しく付けられていることを確認します。まあ中にこういろんななんか抗菌なんちゃら、これは抗菌カートリッジなるものなんかな。これがついていることを確認。まあ自分でやる、使う前に確認しろってのはまあなかなかない気がするけど、まあとりあえず従うと確認。そして水を入れるのかも。はいはい。これは80ミリの、カップかな。100と80か。水タンクの水上限を超えないように注意しながら、あ、なるほどね。とりあえず80、ちょっと水持ってきます。そしてそこにお水入れまーす。で、あ、そこにエッセンシャルオイルを垂らします。さあ、ここで出れるんだわ。今回買ったエッセンシャルオイルは、2種類。
あ、ちなみにこれ値段言ってなかった。これはこれだけで4000円。だいたい3980円だったかな ?90 円だったどっちか。買ったエッセンシャルオイル。まずはこれ。おやすみブレンド。これ 30ml。これでいくらだったかな ?2000 くらいか ?1500 円か2000くらいしました。まあまあ高い。で、これが一番ね、いい匂いだった。オレンジ系のね、香りで、すごい良かった。に入ってるのはこの辺か。書いてあるね。さあ、カメラ捉えられますでしょうか?どうぞ。ベルガモットなどいろんな、成分入ってます。それともう一個、おもてなしブレンドっていう、あ、ここじゃない、麺が違う、こっちか。おもてなしブレンドっていうやつ、これの2種類を買いました。まあ、こっちもね、あのみかん系かな。温州みかん、パインニードル、ヒノキ。そうそう、こっちはヒノキが入ってんだわ。なんかヒノキの香りが結構良くて、これも買いました。なんでメインはこっちのお休み。まあ、ね、ずっと夜っていうかここで寝るわけじゃないんだけど、でもまあまあ、お休みが一番ね、なんか香りが好きだった。買った中はこんな感じで。このボトル。エッセンシャルオイルを2から3滴を目安に入れてください。はーい。じゃあこれを入れまーす。1、2、これぐらい。え、こんなもんでいいの。もう一個ちょ、3滴入れてみよう。3 OK。 これで OK だね。そして内部カバーを、取り付けます。はい。運転の仕方は、ミストスイッチを2秒以上長押し。どれだ。あ、ちょっとふわふわきたね。あ、いい香り、めっちゃいい香り。あー、いいね。はいはいはい、なるほどなるほど。で、他にあとは機能は何なんだ。あとはタイマーとかかけられるのか。まあ基本的に自分の場合は連続運転でいいから、まあ連続で、使おうと思います。いい香りだね。これでまあどうなんだろう。まあおやすみブレンドは結構なんだろう、うん、柑橘系のいい香り。まあね、本当に眠るのに良さそうだなって感じのする香りだな。へえ。ああ、いい香りだわ。ちょっとこれからまあ、これで私のおそらく、なんというか、生活の質さらに向上。初めてだね、これ買ったの。あとなんかあんのかな?保守とかは何かあんのかな?排水の仕方はあるのか?本体傾けて排水をしてくださいか。うんうんうん。使用後は運転ランプと LED ランプが消灯。はいはい。で、まあ今回買ったこれは壁際とかに置いておくとやっぱ壁が湿っちゃったりとか、よくないらしいんで、ちょっと置く場所を考えて、設置しようと思います。で、これ超音波式だよね、確かね。多分こういうのっていろんな方式があると思うけど、これ超音波式だったと思われるので、熱とかは多分出てないんだよね。まあどれぐらい使うか、まあ飽きるまで、まあ少なくともこのオイルがなくなるまで、うん、は使いたいな。どれぐらい持つんだろうね、これもね。 30ml か、1滴で 0.1ml で 3ml 使うとして100回分とかってあったことかな。じゃあ、 0.3ml 使うとしたら100回は使えるな。100回でどれぐらい持つかとか、まあその辺も、あ、そうだな、そうだな、その辺まで分かってからかな。これ使い出してどれぐらい匂いがキープできるか、ちょっとまた追って取って続けます。浄水器じゃない、加湿器じゃない、アロマディフューザー使い始めて2日目です。なんかね、説明書を読むと大体4時間ぐらい、満タンまで水を入れて4時間でなくなるらしいんだけど、なんかね、昨日ちょっとまあ出かけてる時間が多くて、まあその都度切ってたから、まあ結構持ってる。まああとちょっとで多分ね、今なくなるという、それぐらいの状況です。だからまあ満タンまでというか 80ml 入れて、アロマオイルを3滴くらい垂らして4時間。まあ自分の場合家にいるから2回ぐらい1日を取り替えなきゃいけないのかな。だから寝てる間はどうしていいか分かんなかったけど切りました。まあ寝てる時は一緒だろっていうのが俺の意見なんだけど、どうなんだ、寝てる時もこういうのって嗅いだ方がいいんか。いや寝てる時でも気づかないもんね。ああ、でもいい匂い、すごいね。でもね、まあ結構ちっちゃいやつだけど部屋中にこの匂いというか香り広がるからすごくいいわ。でもこれを置く場所、これからどこにしようかな。
向こうの、まあ、作業デスクの方がいいんかな、ちょっとわからん。部屋の隅にしようと思ったんだけど、部屋の隅だと多分なんかちょっと届きづらそうだから、まあ自分がいる作業デスクの近くにでも置こうかなと思ってます。まあまだちょっとどうだろうな、まあ使い始めて2日でちょっと評価をするのは難しいけど、まあ今のところいいかな、買ってみて。面白い、いい匂いもするし、お休みハーブなんだけど、お休みハーブ、お休みブレンドってやつで、なんかこう眠くなるやつらしいけど、まあ眠くはなってないです、大丈夫です。すごくね、いい香り、柑橘系の、そんなとこかな。まあもうちょっと試してどうのこうのみたいな話はすると思います。まあなんかおすすめのブレンドどうだったら教えてください。それでは皆さん元気で、なんかちょっと喉の調子おかしいな。ほんならまた。